皆さんこんにちは、わかなずキラキラキッチンのお時間です。今日の食材はトマトです。トマトと肉味噌の合わせそば紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせるわかなずキラキラキッチン。本日はトマトをふんだんに使ったトマトと肉味噌の合わせそば紹介します。まずはトマトを一つすりおろしに、残り2つは2センチ角にカットします。トマトをすりおろすことでよりフレッシュ感を出していきます。次にごま油、にんにく、生姜を火にかけて香りが出てきたら、食感のアクセントにタケノコ、さらに玉ねぎや豚ひき肉を加えて炒めていきます。そして先ほどカットしたトマトも豪快に加えて炒めます。カットしたトマトを加熱して炒めることでより旨味を引き出していきます。そこに味噌、コチュジャン、酒を加えて水分を飛ばしながら炒め、コクと風味をプラス、さらに醤油を加えて味を引き締めます。あとはアルコールを飛ばしよく冷ましておきます。先ほどすりおろしたトマトには白だしを合わせます。白だしの旨味がトマトの美味しさをより引き出してくれます。あとはしっかりと冷やした先ほどのソースと合わせて、ごま油と白ごま、小ネギを散らせば、トマトと肉味噌の合わせそば出来上がり。甘辛い肉味噌とトマトの旨味成分が合わさり、さっぱりだけどボリュームのあるつけだれです。麺をうどんや中華そばに変えても美味しいですよ。アレンジはご飯と合わせてリゾット風に。